とりあえず佐渡行きのフェリー乗り場まで行きます。ここから2時間ぐらいとなってる、うん、それで行って時間決めて行きたいと思います。佐渡に出発です。水と緑と魚の里は良かったです。ビリ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 、またの市内に入ってまいりました。まだ予約しなくて、予約しに来たんですけど、はい、予約だけです。16時に乗れますか、乗されますか。予約だけ入れましょうか。予約だけ乗れますか。予約しました。フェリー乗り場で予約したら定価でなってしまいます。一応ネットで見たら1000円クレジットで、1000円クレジットで予約すると1000円安くなります。では明日のお昼出発です。フェリー乗り場に来てます。あいにくの雨、すごい雨降ってんねんけど、今あの佐渡のキャンプ場に電話したんですよ。姫崎キャンプ場、そしたらなんか親切そうなおばさまが出られて、やっとるよ、来てって、よかった、降りたらすぐそこ行こう、雨でもそこ行く私、うん、佐渡はいい、全然大丈夫みたい、よかったわ。ぐる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 回ってます。なんかこの辺の周りの公園は夜は60年閉めてしまうみたい。その道の駅も道の駅っていうよりかは案内所みたいな感じで、 BP 中とかの騒ぎじゃないの、こんな大雨になるんだね。
困った、コマ撮り姉妹。わあ。とか言うと全然困ってないねんけどな。なんとかなるでしょうみたいな。焼き魚の美味しいなんとかって書いてあったか、そこ行ってるんで。もう普通の絵みたいなやつやったから、ここから入るかとか。ください。はい。こっちは秋ですね。ちょっとイカとサーゲソとメンチカツにかき揚げですね。エビフライ二つと、はい、二つとお昼に炊いたご飯ですけど、本当？一人でいければ本当？うん。じゃあ開けてください。ありがとうございます。すいません奥様。一回ぐらいでいいですね。わあ、ありがとう。どんでん山荘に行ったら車中泊できるということです。道の駅とかでするよりかは、そこは夜は今日は晴れるから星がすごい綺麗なとこやからって道を教えてもらいました。から30分、めっちゃ綺麗やわ。霧が上がってやっぱ何でも地元の人に聞いてみるもんやな。うーわ、ええ感じ。えっ、めっちゃ上がってます。よっしゃ、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 よっしゃ。どっち？上がらへんな、これほんま。どっちも絶対。めっちゃ上がってきた。怖いわ。怖い。助けて。いや。上がらへんし。にょ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 。やっと頂上らしきものが見えてきた。いきなり気がなくなった。うわうわ、めんでんこ、どんでん高原やって。ここどんでん高原、どんでん山荘。こんな看板なんや。どんでん山荘すぐそこ。いい、おしゃれ、おしゃれ。見てこれ、夕方の虹や。うわ最高、うわ最高。これ見て、すごいすごい。ほらめっちゃでっかい虹出た。わあすごい。いやー、こっちの色もすごい。めっちゃいいとこ教えてもらった。なんと、ありがとう。神様、最高や。すごいですね。こんなことあんの？いや嬉しいわ。あーもうウェルカムすることやな、これは。もうすごい最高、ビューティフォー。何ちゅう色、これ何ちゅう色、これ何ちゅう色、これ。なかなか都会ではほらこんな空が広くないから。あら、今日はもうお風呂も入ってすっきりと、めちゃめちゃいいです。ここお風呂はまあ一応温泉って書いてるけど、普通の家庭の大きなお風呂って感じで、もすっごい清潔、綺麗。車中泊できんねん。ずっと開けてくれてんねん、お手洗い。で、今日はもうキャンプ用に生のお魚とか買って、キャンプ大雨でできひんと思ったから、そんなもう無理せんと、全部出来合いばっかり買ったんですよ。でもめっちゃ美味しそう。ちょっと汁だけはまあ、これもインスタントやけど。これ夏かしようかな、温めていいかもしんない。ちょっとこっち置いとこうほな。
発汗するかもしれへん。あたたたたたたた。メバルの焼き魚と、メバルと、これはタイのみりん焼き、みりん焼き、照り焼き。ね、今日のほら、日本酒合うやん、日本酒。あ、危ない！うつ、うつすかおう。ね、魚屋さんが焼いた方が魚って美味しいね。この魚と、そこの魚屋さんも本当にご夫婦で、サラダ、サラダ。わあ、びちゃびちゃだった。めちゃめちゃになるよって奥さん言ってはったもんな。よいしょ。ただからこういうの引いといたよね。な。めちゃめちゃなやつは。ただお手洗いは借りれるけどさ、炊事場はないからな。また汚れ物を出さないように出さないようにしないとあかん。に。パッと開くときにピャン飛んで汁がパチーン飛ぶで、こっちに、あー、でからせめてここを切ろうかな、ハサミで。このベラン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 するやつさ、ベラン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 やん。でもここ気に入ったから本当はもう一晩いたいけど、ちょっと焚き火できへんしな。また帰りに行こう、帰りにな、帰り、帰りや帰り。さあ、運が良かったら運から見るかもしれない。あ、でも今日着いてすぐに夕焼けの虹見えたでしょ。最高、もうほんま最高やったわ、あれ。バーンかかったわ。お店の人も言ってたやん。初めてって。持ってるんちゃうの。あとね、もう久しぶりのエビフライ。大好きなエビフライ。買いました。エビフライ。エビフライ、こう袋入ったまま食べるのあれやなぁ、でも。で、あ、お米がないです。お米がないなぁ。お弁当のお米がないわぁ。って言うたら、じゃん。美味しそうなふっくらご飯。そこのね、あの、魚屋さんの奥さんが、お昼炊いたやつやけど、あるからって。え、譲っていただけるんです。まあ、もしかしてほんま全然普通にくれると思ったけど、一応。あ、お金はとか言ってみたりとかして。フリー、フリーですわ。で、これだから全部で980円やねん。これ、エビフライあんねんで。ほんで、これミンチカツ。鉄、あの奥さんのミンチカツやな、手作り。うーわ、できた。できたって、作ったんちゃうけど。いいな、いいな。な、しゃあないやん。だってこんな雨でもほら聞こえてるし、雨の音がパチ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 。ないっけ。でも、着いた途端の大雨でどうなんだろうか思ったけど。この我がも置いとってこない、絶対使うと思う。いい。置くとこないねん、これ。もうこんなブラブラ下げねえねんけどな。でも、後でよかった。って思うか、やっぱり。どっかないか。ポイントとかも。では今日のメニュー見ていただきます。じゃーん。ああ、もう魚の焼けてるいい匂いするわ。これ熱燗で。これで温めて。熱燗。日本酒買ってるし。うん。それで食べますわ。佐渡の旅。楽しみやわ。乾杯っていうのずっとなかったん。乾杯琥珀の秋乾杯で、このタイの焼き物。うん。ベビーキーラーの魚とか買う。な。もうほんま美味しい、これ。佐渡は大きいから、一周するって言っても7時間くらいかかんねん。半分半分ちょっとずつちょっとずつ。ちょっとずつちょっとずつ回って。一週間じゃ足らんのちゃう？ちゃんと着いたら、うわ、そっと高いやんと思ったけど、ちょっと上に入って、すっごい、自然広がってきた。ここ食べなきゃ。ここ食べなきゃ、これ。この尻尾のこの、こんなか。さっと、うんと、うん、さん。
このご飯ほんま美味しいねんけど、絶対佐渡の新米やわ。ということはあそこのお弁当美味しいやで、きっと。うん、売り切れとったけどな。お店の名前ね、お店の名前、丸吉鮮魚店。昔ながらのお店、ほんま。うん。で、このリカー&フード障子屋さん、ここでこの場所を紹介してもらった。で、道、Google で検索して1時間半かかるって言ったら、あれ30分で行けんねんでって言って。で、この人にちゃんと電話してくれて、なんか Google に何か言っても、この道は夕方はまあ閉鎖されるせいもあるねんけど、全然書いてくれへんねんて。両津港に着いたら、ここに直行したって、買い物したね、買いで。下からみんな普通に運転乗車から30分で上がれて、港から。買い物もこの両津町でいっぱいできるから、しといて、したらいいと思う。うん。で、みんなめっちゃ親切。やっぱり島の人は親切。そして入ってきてんけど、これ何？網戸しとんやけどな、入ってきよんな、これ狙っとんかな、これ。大事に置いとんねんけど。昨日の車中泊先ましょう。風がすごい。このでも話題のもん食べてみなあかんかな。青い水やお花の色素これ、うん、お花の色素やねんって綺麗な、うん、レモン落としたら色が変わるそうです、うん、レモンが出たら落してみましょう。レモン入れるとちょっと色変わりますので、はい、やってみてください、はい、ありがとう。せせらぎを聞きながら、めっちゃ静かで風の音と